皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますみんな待ってる三峡ダムこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げていますこっそり別のチャンネルも運営していますのでご興味がありましたらご覧ください短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします 3月10日マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの現況です超高水利委員会によると朝8時の時点で水位は167.13メートルとなっています前回8日と比べると50センチほどの低下ですちなみに三峡ダムにおけるもう一つの観測所これは脇ダムのところにありますがここの観測データが昨日の夜11時から止まったままです 計測機器が故障したのか、はたまた機器ごと流される事象が発生したのかは分かりません。おそらく担当者が出勤してきてから現地に行き、引きリセットで復旧となるのかもしれませんね。西やチャンネルです。ダムデータによると三峡ダムでは水位が下落傾向で166メートル台に近づいています。おおむね。上下しつつも下がっていますね。ある意味予定通り。 といったところでしょうか。流入量は若干減っていますが、大きな変動はありません。また放流のパターンも変わりません。ダムの上流に位置する観測所では上下はあるものの流量は一定のレンジで推移しています。雪解けの分も少しずつ加味される時期になってきました。 昨日の夜9時の時点で見ると、上流の観測所での流入は毎秒5,450立方メートルで、三峡ダムは毎秒6,500立方メートルです。このため、ダムの直近と南の川からの流入の合計は毎秒1050立方メートルと推測されます。上流の観測所からの流入は少しだけ増え、直近と南の川からの流入の合計は減少しています。西安チャンネルです。 直近の放流量は、緑のラインあたりになります。2月の中頃から3月にかけて、放流量を増やしているようです。三峡ダムで、フル発電時の放流量は、毎秒3万立方メートルになります。今朝8時の放流量を見ると、毎秒7,140立方メートルとなっています。このため24、24%ほどの発電状況ではないでしょうか。 さて、毎回、三峡ダムの放流量についてお伝えしているところですが、その規模についてご存知でしょうか。ここのところの最大放流量は、毎秒1万2千立方メートルあたりです。その筋の人が見れば、とんでもない量と思われる方が多いかと思いますが、一般ピーポーにはどれくらいなのかがいまいちわかりません。みんな大好き、東京ドーム。 関西なら甲子園球場1個分が多いですが全国的にはやはり東京ドームでしょうウィキペディアで調べると1杯120万立方メートルくらいになるようですということで洪水期でもないこの時期に三峡ダムでは100秒に1回東京ドーム1杯分の水が放流されていることになります記憶が正しければ過去のマックス放流は毎秒4万8000立方メートルですから25秒で1杯分の計算です ちなみに、中央のゲートは23本ありますが、実績ベースで言うと、最大11本までしか使えません。取水口の大きさは7メートル ×9 メートルで、秒速35メートルと仮定すると、1本のゲートで毎秒2205立方メートル。これが11本あると、だいたい毎秒24000立方メートルとなります。 最大値が4万8000ですから引き算をすると発電施設側のゲートは25本ほどオープンしていることになりそうです巨大ダムということになりますがそれだけ潜在的な危険度が高い構造物ということが言えるかもしれないですねダムの貯水側で見ると水位はこの辺りではないかと思われます三峡ダム周辺の年間降水量は次のとおりです 3月に入り、これから夏に向け、徐々に雨の量が多くなるものと思われます。三峡ダムの上流で大雨となるパターンは、だいたい決まっています。南東から次々と広がる雨雲により、広範囲で雨が降ります。これだけでも相当の雨量になるのですが、さらに西から湿った雲がぶつかります。こうなると、ダムの上流と四川盆地で大雨になるようです。 そそそれれが長江とのの支流に流ににて、その先にある三峡ダム,に集まりますダム建設前には本流にダムを作るべきか支流に多く作るべきかで激しく対立しました大河の本流に巨大ダムを作ることに反対した人はこのことが分かっていたからでしょうウィンディーで確認します今週の土曜日あたりにダム周辺で雨雲が広がりそうです 今の時期は、先ほど触れた洪水期と違って、北西寄りの風に雲が流されるようですね。さらに、来週の水曜から木曜にかけても、強めの雨が降りそうです。日本列島はというと、高気圧がゆっくり近づき、おおむね晴れそうな雰囲気です。だいぶ寒さも和らいできました。3回目のワクチン接種は、例によって熱が出ましたが、ようやく復活です。 これまでと違うのは接種した方の腕の脇が痛いですさて明日3月11日は東日本大震災が発生した日になります仕事の関係で10年間お世話になった宮城県古い話ですがコンピューターの2000年問題の対応で1月1日を仙台市の中心部で迎えたのが懐かしく思えます地震から早11年が経過しましたが防災対策は十分でしょうか いつ発生するのかわからないのが自然災害です。皆さんはどんな備えをされていますかこれを機に防災グッズを今一度チェックしておきたいものです。ダムの役割は大きく3つあり、第一に洪水調節、第二に水力発電、そして第三に水運となります。 もともと洪水対策として構想されていたわけですが経済発展に伴い電力需要の拡大が予測されるようになり水力発電も担うこととなりました後から追加した役割なのに世界一になってしまうなんてちょっと信じられないですねさてダムの正面から見ると黄色の枠で囲まれたところに発電建屋がありますダムの断面で見るとこんなイメージになります 取水口は98メートルあたりにあるようで、タービンを通って下流の水面の下に放出されます。下流の平均水面は66メートルと言われていますから、その下くらいになるんでしょうか。中央に位置する放流施設と違って、ニュースで見るような放水状況を目視することはできません。ただ、衛星画像などでは、水泡と見られる形跡を確認できる場合もあるようです。 放流ゲートは超巨大だった件。洪水調節のために放流するゲートがありますおなじみのこの写真三峡ダムの場合は23本あります運用で使われる最大は11本貯水側でいうとこちらから水を取り入れています水の下にあるためその大きさはなかなかわからないのですが取水口の大きさは一つ一つが縦が9メートル、横が7メートルになるんだそうです大型バスを並べてみるとこんな感じ この取水口が横に23個並んでいます。ここからの水はゲートを通って下流側に流されます。実感することはできませんが、とてつもない量ということだけはわかります。